はい、皆さんこんにちは。ケンチャンネル運営してます井之内です。今日はですね、グリーンピア中が、どうなってるのかというか、ここに行くつもりは全くなくて、この上の岡山ダムの方に、行ってみようと思ったんですが、その途中ね、グリーンピア中はもう必ず看板出てますんでね、あることは分かってるものの、今運営してるのかなって、ここキャンプ場があるはずなんで、今コロナになってからね、キャンプ場はいいってことなんでね、運営してるようなね、ちょっとどんな様子かね、見てみようという感じでね、ちょっと行ってみました。画像はですね、南畑ダムからですね、ここの道路はね、そんなに広くもないんでね、こんな感じですね。で、かなりね、上流まで、5分もかからないかな、かからないところまで行くと、左側にグリーンピア中側に行く道が、出るんですけどね、ここからですね、上まで結構ですね、ぐにゃぐにゃ曲がっていくって覚えてるんですけど、これできたのがもう50年ぐらい前かな、その当時ね、私も何回か行ったですね、2、3回というより5、6回は行ったんじゃないかな。あの当時上の方にですね、お店があったりね、その後もね、スライダーができたりね、いろんな時期があるんですけどね、ただここ30年ぐらいは全く寄りつくこともないというかね、そういう場所ではありますね。で、ついてみてね、なんと休園ということで、来年の3月31日まで、はもうやらないってね、書いてあるんですね。ああ、そうなんだっていう感じでね。コロナでもあるしね、人集めが大変なのかなとかね、そんなことも考えながらね。ただここね、僕こっちのから上にしか上がったことないんだけど、奥にね、実はキャンプ場があるって書いてあるんですよね。でこの先実は一回も行ったことないんでね、この際ちょっと行ってみようということで、足を伸ばしてみました。何メーター、500メーターぐらいありましたかね。これね、ちょっとそんな広くない、通りではありますけどね、道は一応、あるにはあるということでね、行ってみました。この先もまだちょっと道あるみたいですけどね、ここから右がキャンプ場バーベキューね、水遊びどんなとこなんだろうと、思わなくもないけど、あるということなんでね、ちょっと登ってみるかということで行こうとしたら、なんと柵がね、閉じてるという感じですね。見てみるとね、この看板自体は12月の1、2、3月はもう休み、休みたぶんこれも、もともと休園でなくても、この3ヶ月やってないという看板があってあるだけですけどね。先ほどの看板にもう全部休みって書いてあるから、こっちも含めて休みなんだということなんだってことに気がついたというような感じですね。ただね、この時は全く知らなかったけども、ちょっと帰ってね、ネット調べてみるとね、もう今上の方はイノシシが掘り返したりなんたりね、剪定が間に合わないということでね、結局はお金の問題ではあるんだけども、これもう中川、グリーンピア中川はもうちょっと復活できずというのもあるんだなとね、思いましてね、今そんな状況かなということだけが一応確認できたというところです。この上五箇山ダムですね、この動画はまた別に、紹介したいと思ってます。どうもご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録いただけたら嬉しいです。